指宿目線。さあ、兵庫県知事をめぐる問題なんですが、不信任決議案が明日可決の見通しということになりますね。はい、そうですね。今日も斉藤知事、取材陣に話をしたんですけども、答えたんですけれども、県政を改革していきたいということで、任期を全うすることが責任の取り方だとおっしゃったんですけど、明日大きな節目を迎えるということです。その節目が解散か辞職か。はい、明日ということなんですが、今日も知事は県政を改革していきたいと続投の意向を表明されてますよね。やっぱりこう改革していきたいっていう背景、何があるのかっていうところなんですけれども、知事やっぱりここに自信をお持ちなんじゃないかというところを一つ思っています。公約の達成着手に関して 98.8% です。これ7月 の、定例会見の中でも言ってらっしゃって、ここについて、政策に関してはしっかりと進めてきたんだという自負が終わりで、どういった政策をじゃあ推し進めてきたのかというところ、県立大学の授業料無償化であったりとか、不妊治療先進医療に助成金であったりとか、あとはここ話題になりましたけれども、公用車センチュリーを廃止して別の車になさるというようなところをやってきたということなんですね。でただこの 98.8% と言われても、私たちこれがどういう数字なのかがよくわからないということで、専門家の方にちょっとお話を伺いました。地方自治にお詳しい同志社大学の野田先生なんですけれども、着手を入れる、要するに取り掛かりましたよということですよね。これを入れること自体が非常にちょっと緩い基準ですよねというご指摘です。でただ、就任期間からすると割合は高いんではないかというような評価も一定されていらっしゃるというところで、なかなかこの見方が難しいなというふうに思うところです。じゃあこの今日一応、一定数進めているところもあるという中で、じゃあこの評価に対して、なぜこういう混乱を招いたのかというところについて、この後ちょっと話をしていきたい、進めていきたいと思います。では取材を続けてきた上野記者と中継をつなぎます。上野さん、取材通してこの斉藤県政への評価というのはどんな声が上がっていますか？はい、先ほどもありましたように、検証が必要だという指摘もある一方で、政策自体を評価するという声もあるのも事実です。ただその政策を進めていく中で、取材の中で浮き彫りになってきているのはこちらですね。斉藤知事の根回し不足があったんじゃないかという声です。先ほど の知事のやってきた政策の中の一つですけども、県立大学の無償化というものがあります。これに関しては称賛するような声もあるんですけども、知事がこう言い出した際にですね、県議会からは聞いていないと、事前の調整がなかったんじゃないかという話が今出てきています。でこれまで井戸さんの時代、前の知事の井戸さんの時代はですね、実務者同士で事前に調整があった後で、例えば知事が政策を打ち出したとかいう例があったそうなんですけども、今回に関してはニュースで初めて知ったという県議もいたほどで、ここには驚きも広がってたようです。当時斉藤知事はもともと宮城県でも出向して仕事をしていらっしゃいましたし、その前その時ですね、大阪府庁でも財政課長として行政に携わっていたにもかかわらず、なぜこういうしきたりじゃないですけれども、こういう丁寧なステップを踏むことができなかったのかという部分、ちょっとこれも専門家の方にお話を伺ってみました。市町村と比べて都道府県、県というものは非常に慣習というものが深くしっかり根付いていて、なかなか変えていくのが難しいという土壌がまずそもそも前提としてあると。でそれを前提をもう突き進んで改革をしていくんだとなったときに、やっぱり職員との信頼関係、ここをしっかりしていかないままに権限を持っていると勘違いをして進めていく、そういった中で職員との不協和音、議員さんとの不協和音生まれてきたんじゃないかというご指摘がありました。でやっぱり一番気になるのが、私たちの生活とか県政にどういった影響が出てくるのかというところなんですけれども、こちらも上野記者に聞いていきたいと思います。はい、上野さん、何か今影響として出ていることっていうのはあるんでしょうか？はい、今回の一連の問題が発覚した以降ですね、県には斉藤知事に対する苦情の電話というものが殺到しています。これまでに5000件以上の電話が寄せられていまして、普段電話の対応する部署を増員して対応しているということなんですが、それでも対応することがしきれずに、他の部署の方にも応援をお願いするという事態が続いているということです。
さらには、知事自体のイベントの、取りやめなんかも発生していまして、知事自身への、脅迫も含む内容も届いているということで、安全確保の観点から取りやめになったりだとか、そもそもイベントをやる施設側からちょっと今回は混乱を防ぐためにも知事の出席はやめてほしいというような実例も出てきています。じゃあ実際県民サービスに、影響が出てくるのかというところに関して言いますと、予算の執行に関しては、遅れる可能性があり得ると、この混乱が続くと、9月次回は一旦補正予算案は通るであろうけれども、その後に関してじりじりと続くようであれば、そういった可能性があるけれども、県民サービスそのものへの影響というのは一定維持されるであろうと、大きな混乱はないであろうというような専門家の方のご発言がありましたというところですね。で明日ですね、はい、で明日、こういった流れになっていきますというところなんですけれども、10日以内に議会の解散または失職、という可能性ですね。10日経ってももう不信任案決議案が出された後、10日経っても判断なされなかった場合は失職という可能性があるということなんですけれども、このあたりまだ今日の会見等ではちょっと見えてこなかった、どういった決断をなさるのか見えてこなかったなと思ったんですけれども、こちらもちょっと上野さんに感触というか取材を続けてきた感触をちょっとお伺いしたいと思うんですけども、今日の表情からなんか読み解けるところってありましたでしょうか。はい、今日の知事の発言の中で強い思いを感じたのはやはり補正予算への可決でした。明日はまず県議会が開かれた後、まず補正予算の審議があって、その可決がされる方向となっています。でその後に不信任案が提出されて可決されるという流れになるんですけども、残された時間はほとんどありませんが、不信任案が可決される前に知事自らが判断して辞職するという可能性もまだこの時点では残されています。はい、ただやっぱりどうなるかが全く見えないですし、今日の発言から言うと任期を全うするんだという強い意欲が見えたというところなんですけども、やっぱり政策に込めている思いって、すごく県民のためにっていうのを非常に押し出されていらっしゃった、じゃあ今県民の方に向いていらっしゃるのかどうなのか、そのあたりが非常に疑問だなと思います。やっぱり明日以降不信任決議案出された場合に、県民のための決断というのをしっかりとじっくりと考えて決断してほしいなというふうに思います。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。